こんにちは。今日雨が降ってて長靴を履いてたんですけど、皆さんは雪国の長靴を知ってるでしょうか。スパイク付きの、雪国じゃなくても売ってんのかな、長靴のですね、靴底になんか鉄のギザギザがついてて、それで氷を引っかいてですね、滑りづらいという、なんていうんですか、あれ爪っていうんですか、鉄の爪がこうちょっと出てて、ウルトラ三段スパイクとかってなんか小学校の時流行ってて、みんなそれ履いてたんですね。ウルトラ三段スパイクはその牙じゃないや、ピンみたいのが3箇所についてるんですよ。ギャン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 って、でそれでこうグリップするんで、あとね、なんかかかとのとこにバチンってこうバチンってやって牙がバチンって出るやつがあったんですけど、僕ねウルトラ三段スパイク本当欲しかったんですけど、知らないうちに買ってくるじゃないですか、親とかが。うちの母ちゃんはなんだかわかんないけど、人が使ってないようなものを僕に与えるんですよ。与えてたんですよ、よく。だから僕、人と違うようなのをいつも使ってて、長靴に限らずスキーとかもそうですけど、すごい嫌だったんですよ。しかも僕の持ってたそういう牙とかそのピンとか、なんか滑らないようにこう氷にガジッてこうなるのがついた長靴で、誰も履いてんの見たことない。なんかね、UFO スパイクとかってなんか確か言ってて、めんどくさいんですよ。その牙を出すのに、その金具、足の裏につい、足かかとのところについた金具をこう回転させないといけないですね。でも小学生の力で回転できない。だから回転させるためのね、なんかね、こう鍵っていうわけじゃないんですけど、ガチャってなはめてグイって回すものがあって、それが UFO の形してて、それで UFO の絵が描いて、それで多分 UFO スパイクって言ってたと思うんですけど、それがめんどくさいんですよ。その回す道具がないと出せないんですよ。それで出しっぱなしにしてればいいじゃんっていう話なんですけど、そうすると舗装道路とか春先とか、雪降り始める時とかに減っちゃうんですよ。ガチャガチャ吸っちゃって、だから収める時が必要なんですけど、そのね、回すのね、持って歩かないとダメで、あれなくすともうねスパイクにならないんですよっていうね、なんかそういう話っていうか、昔の長靴思い出しました。で今日はですね、長靴とは関係ないダブルストローク、160BPM160 で1分間連続でできるようにするぞ、全32周、本日はですね、21週目です。そして、なんと、今日の目標テンポ、120。今、今日初めて見た人は分かんないかもしれないですけど、実はですね、BPM を3段階に分けて練習してまして、まずは、3段階というのは一番速い目標テンポとして、すごい遅いやつとして、その中間の3段階で、最初はその真ん中のテンポからやるんですけど、なんとですね、今日ですね、一番低いその設定してる、今まで60設定してたんですけど、今日からですね、出世して、80が、最低テンポになります。ということは今日一番上のテンポ120なので、ど真ん中が100ということになりますね。そうなんですね。ということはスタートが100、まずこの100でタカ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 、これで、1分間、あ、違う、間違った、2分間
タカ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 タ、ワン、ツー、スリー、はい。これを2分間やってですね、そしてちょっと休みます。30秒くらい。そして今日の目標の120、さっきやりましたね、これをですね、1分間、でまたちょっと休んで、終わったら30秒くらい休んで、終わったら80で1分間ですね。1、2、3、はい。これは1分間。それで、1セット終了です。1セットだから2分でしょ？インターバル30秒の、1分やって30秒休んで、これで4分だから、ちょうど5分ですね。はい。2分でしょ？2分30秒から足す1分。あ、違う。2分やって30秒で、1分やって30秒で1分。4分、あ、5分です。でこれをですね、3セット、計算が遅いですね。そろばん1級なんですけどね、もうさびれましたね。そろばん1級取ったの小学校4年の時だから、もうずいぶん前の話でも忘れちゃいました。はい、これ3セットですね、やると15分ぐらいなんで、やっぱね、15分ぐらい毎日やっていただけると、なんちゅうんだろう、成長が実感できるかなと。やっぱりね、ダブルストロークはね、ドラム始めて練習始めると一つの大きい壁になってくるんで、一生懸命練習しないとなかなかできないですね。ですね、そしてですね、120、毎回言いますけど、まずこの100、真ん中の100を2分間もやるんですよ。やってる間に振り方をちょっと、2分間あるんで、その間に振り方をちょっとですね、いろいろ試してやってみてください。腕でこう振って打つのか、手首でこう打つのか。僕はあんまりこうやって手首だけでこうやって打つのはあんまりおすすめしてないんですけど、あとですね、ずいぶん前の動画でも言いましたけど、立ち上がって練習してみるとかね。どういうことかっていうと、今これ座ってますよね。立ちます。ドン。そしてこう打って練習する。立ち上がって、ちょっとパッドの位置も上げないと打ちづらいんですけど、立ち上がって振ろうとすると手首ちょっと使いづらくなるんですよ。立ち上がってこう振ろうと、ほら手首あんまり上げづらいのね。座ってるところビョンって上げれるんですけど、立ち上がるとこうなっちゃうので。そうすると手首使いづらいので、必然的にこう腕でですね、こう腕をこう下ろして打つ、そういう打ち方も学べるようになるかなと。学びやすくなるので、ちょっと強制的ですけど、ちょっと立ったり座ったりするとですね、この椅子がですね、ピューピュー言うんですね。空気が抜けるようになってて、どっかに穴があるんですけど、そこから音がですね、ピューピューってなりますね。気になりますね、これね、ちょっとね。なんか以前コメントでもなんか書いてくださってる方いましたけど、こんなにピューピューなる椅子あんまりないかもしれない。実は鳴ってるのかもしれないですけどね、スタジオとかの椅子。まあ、そんな話どうでもいいですけど、まあこう立ってこうやってやってこうやって。手首を使えないので、こう打ちます。こう。こういう感じで。こうね。それちょっと振り方変わりますので、立って振ることによって、そのまんまパッと座ってですね、やった時に、あれ？なんかこの振り方ちょっといいかもとか、そういうきっかけになればいいかなと。それと、これ今2分、1分、1分でかっちりやってますけど、自分が確実にできるテンポ、このテンポだったら僕ダブルストローク多分いけてると思うよっていうテンポ、遅くてもいいので、
ノンストップで例えば3分4分5分ずっとやってみるのも結構練習になるんですよ。さっき言いましたけど、こう2分間の間で解決できない問題、なんかちょっと振り方が違うような気がする。そういうのをやっぱね、ちょっとオプションで5分間、まあ止まってもいいですけど、別にいろいろですね、こう手を変え品を変え5分間ぐらいでずっと振ってると、あ、なんか今分かったかも、今コツちょっとつかめたかもっていうね時があるんですね。ですので、この2分1分1分の枠にとらわれずに、他にも時間ある方はですね、5分ぐらいとか、もうずっとできるテンポで、できないテンポとかこうギリギリのテンポじゃなくて、絶対もうこのテンポで僕できるよっていうテンポですね、 しばらくずっとやるんですよ。そしたらね、何かが見えたりとかするんですね。これはもう参考までにぜひやってみたいと、あ、やってみたいじゃねえ、やっていただければと、思います。そんな感じでですね、今日は長靴の話からダブルストロークの話へと、移ってみました。今度今スパイク売ってんのかどうか、多分雪国では売ってるのかもしれないですけど、果たして今まだそういう牙のついた長靴が売ってるのかどうか、スパイクか、今度気をつけて見てみたいと思います。はい、ありがとうございました。